服なんですけど、一番下に入ってます。はい、了解。この、はい、このポジャミサコなんですけど、はい、いいね、ポジャミサコなってよかった。はい、OK です。はい、Thank you。じゃあ、このツイキャス考え、はい、OK です。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、ユーストリームの皆様、流れを変えてみます。緊張というか、あと5秒前ちょっとドキドキ。土曜の昼下がり、皆様いかがお過ごしでしょうか。アイデアのアイ OK、 今から放送していきたいと思います。5月に入って初の放送になります。で、実はもうアイデアのアイ OK も、FM ギノワンの開局が10月で、その1ヶ月後にですね、アイデアのアイ OK 始めたので、11月からね、半年経ちました。半年経ってですね、まあ、毎週毎週ですね、一人でやたら喋りまくるというよくやるねってみんなによく言われるんですけど、まあまあまあね、あの喋り続けれるのも、まあ、いろんなネタが転がっているのでいろいろ話せるんですけど、少しですね、半年経ってちょっとワンクールツークール終わったわけなんですけど、初めがね11月だったからクールがちょっと若干ズレがあるんですけど、ツークール終わったということで、少しテイストというかちょっと流れを変えてみてみようかなと思ってます。で、まあ1時間の放送はそのままにですね、まあ得意分野というか今直面しているのが子育てで、まあお手伝いしているのが婚活で、あとまあずっと親しみ深いのが、まあアニメも好きなんですけど、漫画も結構、割と漫画マニアだなというのも最近気づいてですね、漫画の話とか、あともともと学校の先生だったので、まあ学校の先生の話とか学校の裏側の話って聞く機会ってあんまりないので、結構こういう話すると喜ばれたりするので、まあこの4本を軸にですね、毎週ちょっとずつ小出しにしていこうかなと。なので初め15分ぐらいは
子育ての話と、まあ、まあ今週1週間こんなことありましたよみたいな話をして、で真ん中のうちの初めの方の15分は、まあ、婚活の話、まあ、できることとできないことがあるので、まあ、したり、で、まあ、その後後半入って初めが、漫画とかの話で、最後は学校、時間があれば学校のあれこれの話をしていきたいなと思っております。で、まあこんな感じでですね、まあ毎日ちょっとず、あ、毎週ちょっとずつを小出しにしながら、まあ皆さんの聞きたいことがあれば、いいなと、15分でも聞いてもらえる番組にしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。で、まあ、メッセージもお受けしております。で、メッセージはフリーでお受けしてて、例えば僕が話したことでなんか疑問があったりしたら、まあ、ツイキャスでもいいんですけど、メールで送ってもらってもお答えできるかなと思います。で、その時はコーナーはもう無視してですねそっちを話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。メールアドレスは797@fmginoan.com、 数字で797アットマークで、アルファベット小文字で fmginoan.com となりますので、メール送っていただければありがたいです。ツイキャスの方でもですね、気軽に、送っていただければ、でメールの方が匿名性が高いですので、メールで送ってもらった方が、ちょっと婚活の話とかは名前読み上げられたら嫌だなとか、ツイキャスで見られたら嫌だなっていう人もいるかもしれないので、そういう感じでメールしてもらえると婚活の話しやすいかなと思ってます。はい。で、まあ今日一応フリーと言いながらテーマもあった方がいいかなと思って、皆さんゴールデンウィークどうだったでしょうか。まあ明日まであるんですけどね、お仕事だった人もいれば、お子さんと一緒に出かけた人もいるんじゃないかなと思います。で、明日は母の日だし、この前は子供の日だったしっていうことで、子供に関わる、まあ、お子さんがいる人たち、小さな子お子さんがいるって人たちには結構ハードな1週間、ゴールデンなのかよくわからない1週間だったのかなと思います。で、まあちょっとこのまま子育ての話入っていこうかなと思うんですけど、まあうちはですね、まあ妻が今、教員として、小学校教員として、まあ、先生しているので、やっぱ4月って、まあ、みな、お子さんもちろん方分かると思うんですけど、すっごくドッタバッタドッタバッタするんですね、どの学年も。で、僕も中学校教員だったのでドッタバッタしたので、まあ、今年のゴールデンウィーク、まあ、基本的にゴールデンウィークはですね、沖縄皆さん観光に来てくださるので、どこ行っても混み合ってるだろうということで、なんだろうな、基本的にゴールデンウィークは動かないことにしてたりします。で、今回のねゴールデンウィークとても良かったのが、雨がねなかったんですよ。毎年だいたいこの時期梅雨入りしちゃって、毎日のように雨降ってて観光客の人かわいそうだなって思うんですけど、今年は雨がなくていい感じで、まあ真夏ですけどね、そういう意味では過ごしやすかったのかなって。で、我が家のゴールデンウィーク何したのっていうと、基本的に 何したかなっていう、何もしてないかなみたいな感じで過ごしたんですけど、まあまあ娘の友達がやっぱ基地関係でこっちにまあ転勤してきた方がまあ本国に帰られたり、まあそのハーフの子供だったりすると、まあ娘と一緒に卒園したいんだけども、アメリカの学校に行くからっていう間で、今小学日本の小学校に通ってるんですけど、まあそのお別れ会も兼ねてゴールデンウィークに、近くの公園に遊びに行ってたりですね。あとはありましたね、あとですね、友達のカメラマンがあれなんですよ、アトリエを開いて秘密基地って言ってるから、名前出していいのかよくわからないのであえて友達で止めとくんですけど、アトリエを開いて、オープンしたので、オープンっていうのかな、オープンしたので、そのお祝いに行ったり、昨日はですね、もうちょっと、オープン価格で、プレオープンか、プレオープン価格で写真撮影してたので、まあ、お祝いも兼ねて、あと子どもの成長の発達を撮影しようかなっていうので写真撮影も行ってきました。いやー、双子の息子と1年生の娘、3人を1人で見るのは大変ですね。うん、なのでそういう意味では
結構大変だったなと思いながらですね、まあそのなんかまあいつも通りのゴールデンウィークかなと思いながら過ごしてました。で、子供の日はですね、妻子ほったらかしてですね、ちょっと今選挙の、まあ、ある候補、清水真央さんっていう、今那覇市議されてて、次沖縄の県議選に立候補される民進党の幹事長の県連、沖縄県連の幹事長の清水真央さんの、選挙事務所の事務局長という名前をいただいているんですが、今育休中みたいな感じでほとんど行ってなかったので、ちょっと子供の日にはちょっと最初ほったらかしてですね、後援会事務所に顔出しに行ったりしてました。その日みんな那覇ハーリーでですね、まあ挨拶回りしてたんですけどね。で、ですね、まあそんな感じで、まあ我が家の子育てっていうことで、まあ今週飛び抜けてっていうのは、まああまりゴールデンウィーク動かなかったなっていうのと、とゴールデンウィークの時にやっぱ気をつけたいことが、やっぱなんだろう、子供のためにね、いろんな体験させてあげたい、いっぱい行きたい、ゴールデンウィークだからっていうのはとてもいいことなんですけど、一応僕たちは妻とは、ゴールデンウィークとか連休は最終日は一応回復休っていうか、子供が疲れが残らないように、興奮させないような一日を取るようにしてたりします。で、まあ、それも一つの手段なのかなと思いながら、まあ、このゴールデンウィークで可愛いなと思ったのはですね、うちの娘がですね、ゴールデンウィークのことをずっとゴールデンウィンク、ゴールデンウィンクって言ってたんですね。ウィンクって片目つぶるやつじゃないですか。ゴールデンウィンクって何って聞くから、すごいウィンクなんだろうねとか言いながら、まあ1年生のこの言い間違いがちょっと可愛いなと思いながら過ごしてましたね。やっぱまあ子供にしたらまあね、学校がない日なのでゴールデンウィークだからっていうので、うん、なんかうちはそんなに、まあ お父さんがちょっと適当なのでそういうこともあるのかなと思いながら過ごしてたんですけど、うん、結局遊ぶのはすごくいいことで、刺激を与えることもいいことで、子供にいっぱい刺激を与えてほしいんですけど、親も子供も疲れちゃって、せっかくのお休みが無駄になってしまうともったいないので、ぜひとも母の日はですね、お母さんにのんびりさせてあげるとともにですね、子供にものんびりする時間を作ってあげて、なんだろうな、うん、なんだ、子供にものんびりする時間を作ってあげて、で家族みんなでゆっくりする日にしてはいかがかなと、ちょっと僕なりには思ってます。まあね、母の日だから盛大にやりたいという人はぜひぜひ今日はのんびり休んでもらって、じゃないとですね、やっぱ子供ってセーブするのが苦手なので、うまくこの大人の方がコントロールしてあげないとちょっとしんどい部分があるのかなと思いますので、まあもちろん皆さんそれぞれね、家庭のもうスケジュールとか、毎年恒例の何々とか、沖縄だとシーミーが入ってるとかあると思うので、まあ、その辺も見ながらですね、子どもの体調管理をしてもらえると子どもも、まあ、伸び伸びできるのかなと思ってます。で、ですね、ちょっとツイキャスの方から、ヤモリが苦手なんですが、沖縄で一番ヤモリが少ない地域を教えてくださいっていうことで、ネズミのチロルさんから来てます。ヤモリやるね、沖縄のヤモリって泣くんですよ、チッ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 って。でヤモリが苦手なんで、沖縄で一番ヤモリが少ない地域を教えてください。どうなんですかね、僕も沖縄いっぱい住んでたこと、住んでたのはうるま市ってところと、今住んでる北中城村っていうところなので、この2つしか知らないんですけど、もし誰かヤモリここ少ないよっていうところがあれば教えてください。でも多分山とか自然があんまり少ないところであれば若干少なめだと思いますが、ね、沖縄ヤールって言われて、ヤモリ、家を守るからヤモリって言われるぐらい、まあ、若干愛されてるのかなと思うので、まあ、うん、一応うるま市ですごく都会に近いところで住んでても、やっぱチチチチチチって歌も声は聞こえてきましたし、うん、あとね、マンションでもやっぱ壁に座っているのを見たので、
まあでも今来た中で暴風林に囲まれてるんですよ。ものすごい自然に囲まれてるところで行くと、もうヤモリなんか見慣れたもので、うん、だから少ないって言ったらやっぱ那覇市とか、まあちょっと都会化近代化してコンクリートとかねアスファルトで、まあヤモリにしたら住みにくい地区だと少ないのかなとか思います。すいません、もうこれぐらいしかもしヤモリここ少ないよとか多いよっていうところは多分ヤンバルとか、あ、北中でもね、僕が今住ませてもらってる大城とかでは多いのかなと思いますけれども。ネズミのチルさん、ヤール嫌いなんですね。ヤモリはそんなにあれですよ悪さしないと思いますよそれではですね、今週の我が家の子育てというか我が家の近況報告はこれぐらいにしてですね、続いてこの後はですね、ちょっと婚活あれこれということでお話ししていきたいと思います。それでは CM 入りたいと思います。ヤモリどうなんですかね。ヤモリ系が苦手なんですかね。爬虫類全般苦手なんですかね。と言いながら視聴率が今視聴者数が1人なので僕しか見てないっていうね、ついてどうなんですかね、チロルさんね。うん、ヤモリね、もうヤモリはもう沖縄来たらしゃあないんじゃないですかねしゃあないで済ますかみたいな話なんですけど、あ、チロルさん移住を考えてるんだ。チロルさんね、見てたらあれですけど。どうして生計を立てているんですか。うん、いろんな仕事してますよ。僕今何でも嫌だし、うちの妻は小学校の先生だし、で移住を考えているのですが難しいでしょうか。移住はそんなに難しくないんじゃないかな。でも合う合わないがあるらしくて、3ヶ月とか3年とか、あと子供の進学に伴って帰る人が多いって。僕はもう移住して定住して永住する予定なのであんまり考えてないんですけど、まあやっぱ相性って土地に合うあるかもしれないので、今ネズミのチロルさん聞いててくれたらいいんですけど、今曲中なので今ツイキャスに集中しておりますが、ね、僕子育てもここでしてるし生活してるので、そういう意味では全然とても過ごしやすいですよ。どうですか沖縄来てどうですかってよく聞かれますけど、僕いつも過ごしやすいです、最高ですって言います。で僕は、出身が兵庫県の明石で、ここも良かったんですよ。いろんなものがあったり、隣が神戸だったり大阪来てもあるし、京都も1時間半ぐらい電車乗れば行けたので、まあ、これはこれで良かったなって18年間過ごして、その後広島に行ったんですね。東広島市ってところだったんですけど、車で、30分、電車で1時間ぐらい広島市内まで行くんですけど、やっぱ神戸とか大阪に慣れ親しんでたのでちょっと物足りなさを感じたり、東広島市っていうのは本当に山の中にあったので寒暖の差がとても激しくて、まあ、そういう意味では沖縄って今度寒暖の差がすごい年間通して少ないし、いや正直な話、下手すると北海道の方が最高気温高いって言われて、そう考えると沖縄って年がら年中結構過ごしやすい地域だなぁとは僕は思ってるんですけどね。視聴
聴者数が一人かもしれないのに一応情報提供ということで話してますけど、まあ、いろいろあるのかなと思うんですけどね、うん、で今ラジオの、ラジオではですね、キロロの、未来でっていうのが、まあね、母の日も近いということで、まあ、子供を、ね、持つお母さんの気持ちっていうことでキロロをかけていますが、いかがですかね、皆さん、まあ、母の日とか。お父さんにも感謝してほしいなと思いながら、でもまあうちは大黒柱お母さんなので、お母さんに感謝しながらですね、ラジオもですね、行ってきますよとやってます。こんにちは、あゆさん。みんな今日は出たり入ったりでね、ちょっと寂しい目ですよそっちはどうですか、滋賀の天気。こっちはですね、暑いですよ、もう今日はかなり暑い、で曇りで、ゴールデンウィークこんな晴れるの珍しいんじゃないかなっていう感じですね。はい、キロロのですね、ですねじゃないよキロロの未来へっていうのを聞いてもらいました。明日母の日ですからね、皆さん何か準備してますかね。はい、坊主ですあら、初見です、初めまして、ちゃんさん、ヨタさん、坊主ですよメガネ坊主、ぽっちゃりです否定しないです。で、ですね、もうちょっと5月に入って、ちょっとラジオ番組、もう半年経ったので、まず、ね、ツイキャス来るとどんどん答えちゃうっていう、宜野湾ってどこっていうのって、ですね、沖縄の、まあ、本島っていう縦長いのがあったら、真ん中ぐらいです。真ん中ぐらいですとしか言う、あれ、普天間っていうのが基地で有名なところですね。全国ニュースになるようなところですね、普天間基地だと。まあまあ、基地撤去とか。沖縄いいっすよ、もう本当に。今日ちょっと曇ってるから海はあれですけど、FM ギノワはですね、ちょっと高台にあって、海がとっても綺麗なところ、海が見やすいすごい絶景スポットにあってですね、で、リスナーさんとかが、観覧席というかね、観覧する場所は本当に、夜景も綺麗だし、海も綺麗に見えるところなので、もしよかったら、沖縄に来る機会があったらですね、別にお金取られるわけじゃないので、覗きに来てください。こう、海は広いな、大きいな。見えてるのは、東シナ海ですけど、別に向こうの大陸が見えるわけではないので、非常にいいです。太平洋を見るとまたまた、それはそれですごく気持ちいいですね。はい。あ、真逆の方角に住んでるんですね。ということは、あっちの方かなあえて書いてないのであれですけど。でもね、本当ですよ。沖縄の人がその真逆に憧れるのと同じで、やっぱ自分にないものって憧れちゃいますよね。
うち、まあ、僕実はまあ沖縄に憧れてきたタイプじゃなくて、奥さん追っかけてきたら沖縄だったみたいな、奥さんが沖縄出身だったのであれ、あれなんですけど、あの、まあ、何も考えずに沖縄に飛び込んでおで沖縄飛び込んで、もう10年ぐらいになるのかな、なら沖縄の人に、あ、もううちなんちゅだねって、沖縄の人だねって言ってもらえるんですけど、うん、なので、まあ、あの、住んでみてよかったなと。お、東北ですか。あ、修学旅行で沖縄来ました。あ、行きましたか。ゆうさんは窓を開けたら田んぼ、懐かしい。自分も兵庫県明石の時は、まあ、窓を開けた田んぼではなかったですけど、学校行く時はもう田んぼの中歩いて行ってましたね沖縄田んぼが北部にしかないんじゃないかな。うん、あの、ヤンバル米って言って、北部の北側にはお米作ってるとこあるんですけど、基本的に、まあ、基本的にっていうのはあれと、菊農家が有名だったり、サトウキビ畑ですね。あの、宇治、あの、島唄に出てくる、宇治の森。東北ですね。うん。奥さん、はい。追っかけてきましたよ。あ、あの、このラジオよく聞いてる人わかるんですけど、むちゃくちゃ妻、べた褒めするぐらいですね。よくできた妻なので。はい。そんな感じです。東北ですね。修学旅行ね。僕、沖縄、うん。兵庫県は修学旅行、高校では逆に東北じゃないけど、うん。信州に行きましたね。やっぱスキーとかね。あの、兵庫県とか関西圏はスキーしに、東北とか行く人もいるんじゃないかな。あれ？そうなの？ゆうさん、奥さん、沖縄県うるま市だったんだ。なるほど。縁はそこにあったんですね。沖縄県うるま市ね。多分、うるま市の頃かな？石川市の頃かな？あ、そうなんですか？チャンさん。結婚する。いいですね。うまくいく秘訣。うまくいく秘訣はですね、毎回思うんですけど、旦那さんが優しくなるしかないと思ってます奥さんはね、基本的にそのままが僕はいいのかなと思ってますよ。だから彼氏さんと、あ、だから、まあ、うまくやるためにはですね、やっぱ彼氏さんとちゃんと話す。結婚したら。あの、やっぱ、あの、溜め込まないお互いに。ここは嫌だから、嫌って言ったらおしまいなので、こうしないみたいな。うん。ネズミのチュルさん、来ましたね。ヤモリが出にくい地域を教えてくださいということで。あの、結婚の話と、じゃあ沖縄の話も一緒にやりながら、ちょっと婚活の話しようと思ったんですけど、つながると思うので、結婚の話をしながらやっていきたいなと思いますけど、まあ、ヤモリが出にくいのは多分都市部は出にくいと思います。比較的。ただ、まあ、年間6月とか、5月6月の梅雨の時期は出るかなと。うん。おー、チャンさん。すごいね。一応頑張って毎朝仕事の時間に合わせて、3時、4時に起きて、弁当とか朝ごはん作ってますよ。素晴らしいです。素晴らしい奥さんだと思うんですが、そこを褒めてもらえるように、旦那を仕向けてください。でも、これできたらすごいと思いますよ。うち逆ですからね。あ、僕、実は、あの、主婦なんですよ。あの、主に夫で、妻が大黒柱なので、逆なので、ね、あの、妻のために弁当を作ることあんまないんですけど、あの、まあ、ご飯だけは炊いとこうとか、その代わり子供ね、見たりするので、奥さんって、ね、まあ、タイミングが合えば お母さんになるじゃないですか。あの、妊活して、うちは妊活して、あの、親になったんですけど、そうなると、お母さんって家事も育児もやらないといけないし、で、共働きだと仕事もしないといけないしってなるので、やっぱ、旦那さんがどれだけ奥さんのことを構ってあげるというか、褒めてあげられるかってすごく大事だなと思っていて、うん。あ、ゆうさんも主婦なんですね。また同じところで。ああはい。もうなんか、いいネタがどん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 ツイキャスから来てくれて、今日は嬉しいぞ。チロルさんはヤモリの話が入って、すき焼きに、小学校の頃ヤモリが天井から落ちてきてすき焼きに入ってしまい、食べたことがあり、トラウマになります。でもね、これ、なんだろう。うん。僕は一応今まですき焼きが、ヤモリが落ちてきたことはないので、まあ大丈夫かな。で、うちの、まあ、ヤモリを食べた話だと、うちの長男坊、
2歳の頃、北中っていうもうヤモリがいっぱい出るところに引っ越したんですけど、頭からかじりついてました。それを見た妻がトラウマになりかけましたけど、もうね、逆に慣れちゃうな、ヤモリは。別に噛んだりするわけじゃないからね。食べてしまったっていうのがなんともね。だからもう気をつけてください、すき焼きの時は。もうそれしか。でも、本当、ヤモリさんは、一応沖縄では、家に入ってくる虫を食べてくれるとか、蚊を食べてくれるっていうことで、まあそういう風に受け止めながらですね、やるヤモリね、泣きヤモリとか、チッ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 ってうるさいんですけど、うん。でもやっぱヤモリなんか落ちてくるんだな、沖縄。僕はあんまヤモリが落ちてきた記憶がないし、地べた張ってるのは見たことあるんだけど。うん。ちょっとツイキャス止まったので、止まったということもありですね。曲を入れて、また話の続きをやっていきたいと思います。では、曲聴いてください。小蛇美佐子さんで、わらび神。させましたので、よろしくお願いします。はい。東北ではでっかいガが、でも沖縄のあれはゴキブリさんが一番でかくて嫌っていう、ヤモリよりゴキブリの方が有名な気がする。ヤモリはみんな慣れてるのかな、沖縄の人は。うん。嫁の時間に天井かヤモリね、顔のベチャね。沖縄いいですよ。で、チャンさん妊活中ですか？うん、秋、なんだろう、うちはですね、やっぱ妊活のコツってやっぱストレスためないことみたいですね。なので、うちの場合はまあ割と早くできた方なので、ラッキーだったのかもしれないんですけど、まあまあ速攻妊活して結婚するなら、子供が欲しくて結婚するなら速攻妊活して、で、なんだろう、妊活してやっていけば、まあまあ、あとはですね、うちはもうちょっとどっか腹くねってもできなくても仕方ないよねっていう、ちょっとやっぱね、お互いにプレッシャーかけられないようにはちょっとお互いにフォローし合いながら、まあ本当は欲しかったんですけど、そこをちょっとね、やってましたね。沖縄なんでもでっかいです、ですみたいですよ。でっかいプードル、でっかいプードル、でっかいプードル、あんま見たことないっすよ。あー、ストレスがすごい溜まりやすい方なので、マカとか効くって言ったり。そうですよ、何でも試した方がいいと思いますよ。マカが飲んでないせいでできないのかなと思うぐらいだったら、マカ試してみて、これでなんかできるはずって思い込むことがとっても大事だと思うので、本当に、子育てとても楽しいので、おすすめというか、まあ、そのつもりだよって話かもしれないんですけど、またFacebook とかでは僕、山下浩二って言うんですけど、Facebook でも、FM 技能案のやつ見てもらったら、あれ、山下浩二はさすがに出てこないから。山下浩二って言うんですけど、僕、出会いから子育てまでって言って、婚活から、子育てして、やってるので、で、まあ妊活するとですね、ある確率が高くなるっていう、双子が生まれる確率が高くなるっていう話もあるんですよ。で、しかもですね、うちは双子生まれた派なので、双子生まれて、まあ楽ではないですね。大変なところもあるんですけど、なんかまあちょっとまあ
3人子供欲しいなって言ってたところで娘が1人生まれて、双子が生まれたのでちょうど3人でラッキーってちょっと思ってますね。双子大変なんですけど、なんだろう、歩くまでは大丈夫だったんですけど歩き始めてもすごかったですねなのでもし、はい、プレッシャーしないように基本基礎体温を測らないようにしてます。あ、そう、私のばあちゃんの兄弟双子なんで学生以前で双子になる。お、すごい、これで妊活なんかした日にはおそらく双子が生まれる確率はかなり高いではないかとまあ双子も大変ですけどね、やっぱ双子いるとね結構面白いですよ。まあ、うち二卵性だからかもしれないけど、うん、さて曲が あと30秒あるの、うん、双子なので二卵性なので、あ、全然双子でも違うなと思いながら、うん、そうねえ、大変そうではあるんですけど、まあ子供によりますね。うちの、うん、ちょっとこの話はちょっと番組始まってからちょっとしましょうね。曲がちょうど終わるので。はい、アイデアの IOK 小嶋美佐子さんでわらび紙かけてみました。今ですねツイキャスで盛り上がっていて、沖縄の移住したいですよとか、妊活中ですとかいう話が上がってて、いいですよね、こう何でも何かしたいことに対してこうやって積極的に行動できるって。例えば移住したい、ヤモリ苦手なんだけどヤモリ少ないとこないですかとか、こういうのがね気軽に聞ける場所があるって僕とってもいいなと思いますね。あと妊活中なんですとか、夫婦円満の秘訣はとか、うん、そういうのがなんかこう FM 技能って結構簡単に気楽に聞けるかなと思って、僕はこの番組の雰囲気が好きなんですけど、はい、でそう、本当に流れてるんですか、何が流れてるんですかはい、まあまあまあ、あ、曲が流れてたってことかな。ですね、まあ、うち双子なんで、いつもいろんな人にですね、双子って大変ですよねって言われるんですけど、今まで大変じゃないって言い続けてきたんですよ。これ、意地張ってではないんですよ。うちの娘がですね、第一子の娘が、本当によく泣く子だし、遊ぶにしても、お父さんお母さんの手引っ張って、なんだ。お母さんとお父さん手引っ張ってじゃないと遊べない甘えん坊さんだったので、すっごい大変だったんですよ。で、で、双子はですね、逆にですね、自分たちで遊べる子だったり、あと、抱っこしなくても寝る子だったり、一時期ルンバってちょっと呼んでた時期があって、自分の寝床があって、で、ちょっと遊んでるなと思って、ハイハイできるようになった時期は、ちょっと遊びに行って、で、眠くなったら寝床に戻ってっていう形で、そうそう、自分で寝てたので、すごい手間のかからない子供たちだったんですよね。なので、双子大変ですかって言われて、僕らはいつも、双子二人分より娘一人の方が大変だったなってよく言ってたんですけど、もう、走り出したらもう、厳しくなりましたね。娘より大変になりましたね。今3歳でちょうど、はい、すごい本当に流れてるんですよ。一応 FM ギノワンの番組で、FM ギノワンではラジオから流れており、サイマル放送で全国で曲も流れており、そして、ツイキャスというストリームで流してくれるという、そういう番組をちょっと持たせてもらってます。で、双子ね、で、今、すごい大変なのが、やっぱり、イヤイヤ期と重なっちゃうじゃないですかね。僕、イヤイヤ期ってあんま使わないんですけど、イヤイヤ期使わないって今使ってますけど、したい時期があるんですよね。まあ、思春期なんですよ。第一次成長って言って、この時期どうしてもしたいこととかやりたいこととか、セーブが効きにくい時期で、まあ、中高生の思春期が有名ですけど、まあ、そういう時期ではあるんですよね。
なので、やりたいっていうことがいっぱい増えてきて、しかも行動もできるから、興味関心があるとちょっと行っちゃうんですよね。車があるとかね。そういうの分からないから、もうずっと手繋ぐよとか、それをちょっとね、しっかりこう教え込みながらやるのが結構大変で。で、まあ何が一番辛いかって娘の小学校入学と、双子の幼稚園の、入園が若干重なってしまい、妻の復職も重なってしまい、今お父ちゃん、まあ朝は妻が娘を小学校に仕事に行くついでに送って行ってるんですけど、お父ちゃんは息子を幼稚園に送って、で、今奈良市なので、11時ぐらいにお迎えに行って、今度娘を3時前ぐらいにお迎えに行くみたいな、ちょっと今、過酷な時期ですけど、まあ息子たちが幼稚園に慣れてくれて、しっかりね、動けるようになったら少し楽になるのかなと思いながら、過ごそうと思ってますけどね。はい。ということで、まあ、こうやってツイキャスが盛り上がってくれたり、チロルさん、ちょっと、どっか行っちゃったのか、聞いてるのか、ちょっとわかんないんですけど、こうやって沖縄の移住どうですかって。まあ、でも本当によく聞く話は、やっぱ沖縄の雰囲気とかに馴染みきれずに帰っちゃう人もいるっていうのはよく聞きます。でも、やっぱ残ってる人は本当にいいところだねっていうことは多いと思います。若干ですね、沖縄って物価が安そう、賃金が安いから物価も安そうと思ってるけど、物価は高いっていう、という話も有名なので、よく移住計画立てる人に、山下さん、ヘッド?何か起こってる?うん。はい、AKB ファンさんも来てくれって。で、もし何かあったら教えてください。服?あ、服ね。あんま気にせず着てた。あ、もうね、おしゃれとかほど遠いんですよ。もう T シャツ、涼しい T シャツがあったら着てるみたいなね。で、まあまあまあね、こうやって、まあいろんな人がこうやってチラッと寄って一言コメントでも残してくれる。すごくありがたいなと思いながら、やっぱラジオやってて面白いなと思いますね。うん。はい。ですね。まあ、今日いろいろ、なんかいっぱい来てくれて、ね、結婚しますよとか、夫婦円満の秘訣はとか、妊活の話とか。うん。でも妊活はね、本当に、もう本当に前向きにチャレンジしていくしかないかな。本当月1回のタイミングで、毎回挫折しそうになるんですけど、うん。だいぶ不妊治療の、あれも上がってるので、そこはですね、旦那さんもになる、まあ、これが結婚するということなので、彼氏も負け込みながらですね、不妊は女性だけの問題じゃないので、男性の不妊も、統計的に半分ぐらいいますので、その辺もですね、婚活をやってる限りですね、やっぱり女性って子供が欲しくて結婚する人も多いので、やっぱり妊活事情っていうのもね、少し知っとかないといけないので、知っとかないといけないというか、まあそういうのもちょっと勉強してるので。でもやっぱみんなこう、スッとリラックスしたぐらいの時にパッと生まれたりすることが多いかなとは思いますので。まあちょっとね、時間かかるかもしれないですが、時間かかるかもしれないって思った頃に生まれたりするっていうこともよく聞くので、ぜひぜひ、気張らずですね、続けてもらいたいなと思います。はい。まあ、子育て、婚活、メッセージ優先で お送りしておりますので、こんな感じでやってますが、ですね、5月から少しアイデアのああいう OK もちょっと趣向を変えてですね、半年2クールやったということで、この1クールは一応コーナーを細分化してみようと。1時間同じこと話してると、興味のない人が離れていっちゃうということで、まあ、初め前半4分の1、4分割してですね、第1クォーターは、自分の、まあ、アイデアの周りで起こったこと、子育て話して、で、第2クォーターで、婚活のあれこれ。で、まあ、婚活のあれこれでも結婚とかね、出産とか移住も含めても良かったのかなと思って、そのまま話しましたし、で、第3クォーターはですね、主に漫画を紹介する時間、にしようと思ってたんですけども、今第3クォーターが終わろうとする時間ということで。で、第4クォーターは学校あれこれっていう感じで、まあやっていけたらいいかなって。
で、まあ、コーナー関係なくですね、パッとツイキャスで入ってきたらパッと答える、メールが入ってきたらパッと答えるというか、対応していけたらいいなと思ってます。で、一応ですね、どうしようかなと思いながら、本当は、まあ、今、漫画の話をしようかなと思ってたんですけど、僕、あれなんですよ。ちょっと漫画の話、ね、コーナー展開の曲とかも考えないといけないなと思ってるんですけど、漫画を、僕、本をほとんど活字読んできてないので、基本的に漫画で生活してきて、月のお小遣い、高校生時代とか古本につぎ込んでたので、漫画の。なので、そういう意味では、うん。漫画が好きなんだなって、漫画がアニメになるのが一番好きだったかもしれない。自分の好きな漫画がアニメになっていくっていうのが好きだったなと思いながら、18時からです。19時か。アニソンマーティンですね。アニメのアニソンのこととか、アニメのことを語る番組がFM ギノワンにはありますので、ぜひそちらもの方もですね、僕普通にリスナーとしてツイキャスで参加してたりするので、参加してもらうと面白いなと思うんですけど、僕はやっぱ漫画が好きなのかなと思うんですよね。なぜかっていうと、漫画の作家さんの名前結構覚えることが多いので、うん。まあ、アニメでも結構映画監督、アニメの監督の名前とか覚えてたりするんですけど、うん。ちょっと今日、パッと話そうかなと思ったのが、名探偵コナンを書いてる青山剛昌さんっていう人がいるんですけど、まあ、鳥取生まれ、鳥取であと有名なのは、水木しげるさんね、ゲゲゲの鬼太郎の、最近お亡くなりになりましたが、あの人妖怪じゃないかって言われてたんですけど、ね、鳥取って実は漫画家の超、まあ、お金を稼いでる人の、すごい土地はあるんですよ。で、青山剛昌さんっていう人がいて、で、青山剛昌さんって、一番初めは怪盗キッドっていう、初めの方は怪盗キッドっていう、メタンでコナンにも出てくる、対決シリーズで出てくる、漫画自体、単品の作品で書いてたんですよ。で、それに伴って週刊少年ジャンプ、サンデーで、刃っていう漫画があったんですね。これアニメ化もされてますけど、この刃ですね、が僕一番好きなんですよ。青山剛昌作品で。うん。侍になりたい男の子が、野生で生活した男の子が、まあ、いろいろやっていくんですけど、なかなかね、ストーリーが結構面白くて。で、その後、名探偵コナンをずーっと書き始めて、もう、やたら長くなってますね。もうちょっとその辺からもうちょっと、青山剛昌さんから離れちゃったんですけど、まあ、名探偵コナンが今すごく長く続いてて、映画化もされて、ルパン三世と戦ったりしたなぁと思いながら、すごいなぁと思いながら見てるんですけど、うん。また、ですね、僕が読んできた漫画とか、見て感動したアニメとか、そういう話を少ししていく時間にしたいなと思います。それではですね、CM を入れていきたいと思います。たまに去年やったグスクロックフェスティバルっていうライブの T シャツとかフェス T シャツ着てたりしますけどいつなね涼しくて気持ちのいいものがいつでも着てますで、ちゃんと仕事するときはちゃんといやラジオは趣味なのでちゃんとお仕事するときはかりゆしウェアね着てたりしますねはい、アイデアの IOK お送りしております。今、第4クォーター目に入りました。ですね、まあ、番組改編とかあんま関係なく、自分の番組なのでやってるんですけど、まあ、ちょっとね、趣向を凝らして、ちょっとやってみようということで、
なんか学校の話もちょっと入れてみようかなと。妻が小学校の先生だし、まあ、僕も中学校の先生やってたので、まあ、学校のあれこれね、お、いいですね。ゴールデンウィークは子供と遊んでたのかな。僕ですか？僕はね、ゴールデンウィークはお家でのんびり子供とダラダラしてましたあの、僕まだ話も話全然テーマとかコーナーとかコーナーでもないんだけど、うん、ゴールデンウィークは子供と遊んでたかな。あのね、友達のアトリエ、カメラマンの友達のアトリエができたので、そこに子供の成長の写真撮りに行ったり、あ、フェイス、あ、そうか、ゆうさんはフェイスブックでつながってないかな。フェイスブックに載せたりですね。あ、まあその撮ってくれた写真ではなくて、そこで撮った僕の写真が載ってるんですけどはい、あ、仕事してましたか？ゴールデンウィーク仕事の人多いですよね、今。なんか年末年始もみんなが休んだら仕事しないでもいい人増えるんじゃないかなとか思っちゃうんですけど、やっぱね、なんかいろいろあるんでしょうね。あの、なんか本当にね、三が日までどこのスーパーもどこの百貨店も休みだったのに、今やもう元旦からね、空いてて福袋売ってってしてるのが、なんかお互い忙しくないかなって思っちゃうんですけど、まあ三が日終わるとお仕事も始まっちゃいますからね。そういう意味では、うん、お、すごい、皆さんお仕事してますね。僕は主婦という仕事、うん、してましたね。あの、大体そうかな、一日三と、あ、そうそうそう、あの親戚の方がぜひぜひ遊びに来てって、ゴールデンウィークの初日ぐらいに、4月29日ぐらいに遊びに来てくださったので、じゃあ遊びに行ってこようって、会社は365日空いている、年末年始も仕事だよ。そうですよね、365日ね、やってるところはやってますよね。ね、日本ってすごく働いてるなってよく思いますが、やっぱね、それでなんとか今日本っていう小さな国が頑張ってるんだろうなとも思うので、あの勤労感謝の日には皆さんに改めて感謝しなければいけない、うちの妻にもいけないなと。で、まあ、遊びすぎるとね、大人も子供も疲れちゃって、お家でイライラしたり、うちの妻なんかもやっぱね、疲れるとイライラしやすくなっちゃうので、ね、遊ば、ちょっとゆっくりしてもらう日を作ったりね、ちょっと意識はしてます。で、まあ学校の話もちょっとしてみようかなと思うんですけど、まあ僕学校現場にいて、学校の先生ってなんかこう人に、もう最近は割と認知されてきたんですけど、学校の先生大変ですよね、忙しいですよねってよく言ってもらえるようになってきて、それはとっても嬉しいですね。こうね、まあ大変じゃない仕事でないと思うんですよ。なので、まあ学校の先生だけが大変とは思わないんですけど、なんかあの昔ですね、昔の先生方は夏休みをですね、ちゃんと夏休みしてた先生が多かったので、学校の先生夏休みも休みなんでしょうっていう人はまだまだいたり、夏休みはですね、遊ばせないようにぎっちり研修入れられてきますからね、最近は校内研修をがっちり入れてこられたり、まあもちろんね、年間40日間とかの、年間ね、40日間とは限らないか、働いた勤務年数にもよるんですけど、まあ最大40日間の有給休暇は、一応もらえるので、夏休みとかその長期休暇、子供が学校に来なくてもいい、子供の長期休暇に合わせて、まあ長期休暇取ったりしますけど、うん、それでもやっぱり授業の準備したりすると、なかなか普通の会社の方でもそうだと思うので、有給消化ってできないですね。で、学校の先生って実は法律で授業のある日は休んじゃいけないって決まってるんですよ。あ、もちろん病気とかそういうあれはあれですけど、まあ会社でも今もね、病気しか休んじゃいけないみたいな雰囲気ですけど、本当は有給休暇って自分のために使う休暇なので、病気じゃなくても使っていいはずなんですけど、一応ですね、何か、まあ、まあね、日本のあれなんでしょうけど、やっぱ用事とかでプライベートでなかなか休みづらいっていうのはあるのかなと思いますけど、まあ、学校の先生は一応授業がある限りは休めないっていうのは一応法律で決まってます。あれ教育公務員特例法かな。で、研修に出たりするときも一応学校の授業を優先して、
学校長の許可を得て出ないといけないっていう。とはいえですね、研修の方が先に入ってくることがあるんですけどね。あの研修あるからこの日来てくださいって、いや授業ありますよみたいな感じの時もあるんですけど、まあ、そこはそこでこうなんとかね、この入れ替えしたり、自習にしたりして、やったりするんですけど、一応ですね学校の先生も忙しく働いております。一応まあね、1日8時間労働で休憩があってみたいな感じでやってます。休憩45分だから8時間、うんうん、まあ、8時間だはずで、一応公務員なので残業代はもう絶対なしとの中、中学校の先生は部活を半ば強制的に見ないといけないと半ば強制的に見ないといけないっていう理由がですね、なぜかというと勝手に決められちゃうんですよね、学校の先生って部活で。もう本当に僕断り続けたことがあるんですけど、いやこれ仕事じゃないですよねって言ったら、いつの間にか嘱託状を渡されていやいや認めてないけどとかいう話もあったんですけど、あ、まあ、僕ちょっとなんか不良教師だったので良くない教師だったので、仕事じゃないならやりませんよみたいなところが若干あった人なのであれだったんですけど、うん、まあそうやってですね、学校の先生も結構一生懸命頑張られておりますよということをなんか最近知ってもらいつつですね、本当になんかね、やっぱ学校の先生だから子どものために当たり前でしょっていう管理職の方が多いんですけど、学校の先生の家庭が若干ね崩壊していく人もいるので、離婚する人も見かけたり、で子供がちょっとね自分の子供を構ってあげられなかったり、まあ、そういうことがあったり、あとねちょっと前問題になったのが、高校の都立かな、都立の高校の入学式に全員参加、保護者全員参加って言って教員の自分の息子が の付き添いで入学式行ったら、自分のクラスの入学式1年生の担任にさせられていて、で問題になったっていう。で1年生の担任がなんで入学式にいないんですかみたいな、いや同じ日に入学式で自分の息子がとかいうのがあったり、だからこの辺がちょっと教員って家庭と学校と仕事と分けづらいとこなのかなと。はい、僕不良の先生ですよ不良、まあ良くないとは思ってないんですけど、一般的に優等生な先生ではないと思ってましたね。だから子供にも若干ですね変な先生と思われてましたね。なのでいい先生ってやっぱ部活も見て子供も見て大好きみたいな先生が多分いい先生だろうなって僕も思うんですけど、僕はやることはやりますと。なんで残業しないといけないんですかと。その代わり僕は朝早く来て校門の掃除勝手にやってたりしたんですけどね、前残業って言ってたんですけど、なのでまあ学校の先生の常識に合わないようなことを結構やってたなと思います。はい、ではですね、もうそろそろお時間も近づいてきたので、ちょっとしばらくの間はですね自分の話して、婚活の話して、漫画の話とかして、で学校のあれこれの話ができて、で一番いいのはですねツイキャスのやり取りができたらいいなと思っております。ですね、今週も1時間ありがとうございました。ツイキャスもちょっと盛り上がってとっても嬉しかったです。サイマル放送とかもいろいろありますので、ぜひぜひ全国的に聞いてもらえればいいなと思いますので、また素敵な1週間をお過ごしください。お祈りしております。またね。お疲れ様でした。今2人だけど誰が聞いてるかな、ゆうさんかなありがとうございました。さて今日話そうと思ったことがあまり話せない終わります。ありがとうございます。お疲れ様です。